Miss Universe Japan のトレーニング機関にはたくさんの本当スペシャリスト、いろんな分野の方が来てくださいます。アジアで一番多い手術って何だと思います？一番人気。アジア人はまあ細かなパーツはすごく気にしますよね。世界はまあ要は全体的なシルエットですよね。くびれっていうのは頑張りゃできるんだけど、頑張らないとできない。ある意味出るとこ出てないとくびれないんですよ。皆さんこんにちは。2022年ミスユニバースジャパンの坂本マリメレンです。今日はミスユニバースジャパン2023トレーニング2日目に潜入していますので、そちらの方もぜひ紹介させていただこうかなと思います。初日の動画の方は概要欄の方から見れますので、ぜひチェックしてみてください。ミスユニバースジャパンのトレーニング機関にはたくさんの本当スペシャリスト、いろんな分野の方が来てくださいます。多様なアプローチで世界基準の美しさについて の講義の方が行われる形になっています。で、今回の講師はですね、日々女性のボディラインをプロデュースされていますモッツクリニック院長の美容外科医、長野博史先生だそうです。で、去年はなかったプログラムなので、私も本当に楽しみにしております。それでは授業風景どうぞ。長野院長からですね、世界基準の美のトレンドということで、お話ししていきたいと思います。で、前回ですね、以前私と長野院長の YouTube の方でですね、もう対談の企画でいろいろ美についてお話しさせていただきました。やっぱりその女性の患者さんがいて、どういうふうな美 の意識を持っているのかだったり、あと女医さんのリーダーシップのことだったりで、すごくこう彼の話を聞いていて、もちろんこのクリニックでされていること、その外見だけかもしれないけれども、いや違うよねっていうところすごく共感できて、セミファイナリストの女の子たちにその長野院長の知識だったり思うことだったりっていうのを共有していただけないかということで、お休みのところわざわざおいでていただいております。ではご紹介させていただきます。モズクリニック院長長野博史先生です。改めまして、皆さんこんにちは。モッツクリニックの長野と言います。ちょっと美馬さんの方から結構日本、アジアと世界って結構違うんですよね、こう美人ってされてる感覚っていうのが。僕は普段毎日オペをしてるんですけれども、その観点からどう違うかっていうところ。アジアで一番多い手術って何だと思います？一番人気なんだ当たっちゃったねそう、正解です。1位は二重なんですね。これ圧倒的1位ですね。じゃあ2位何だと思います？鼻の高さ。当たっちゃったねそう、1位は二重で2位鼻なんですね。これはもうアジア全部そうです。日本でも韓国でも中国でも、これが一番人気なんですね。なんとなく思い当たる節ありますよね。僕ら日本人でやってると、なんとなくパッチリ二重の方がいいかなとか、なんか鼻高い方がいいかなとか、パッと鏡見た時に多分そこにフォーカスしちゃいますよね。それ僕らアジア人ですね。それが悪いわけじゃないんですけど、文化ですね。じゃあ欧米っていうのは、アメリカ大陸、ブラジル、ヨーロッパ、アジア以外ですね、ちょっと中東を置いといて、欧米で一番人気なんだと思います。外れてもいいからね、別にやるねそれ3位です。それの後で言おうと思ったんだけど、アジアは鼻を高くする手術が人気ですね。欧米は鼻を低くする、ちょっとシュッとする。だから手術の内容そのものが全く違うんですね、教科書時代がね。そうだけど、それ3位なんですね。じゃあ1位出るまでちょっと行ってみましょうか。じゃあブルーの正解です。欧米は1位が豊胸手術なんですね。もう結構プレゼントしちゃうぐらい、10周年の結婚記念日みたいな。じゃあ2位なんだと思います？どうぞ。正解。2位は脂肪吸引なんですね。これ順位ね、もう20年間変わってないんですよ。20年間
つまり欧米はずっと豊胸が第一位で脂肪吸引が2位ですね。アジアはずっとちっちゃいコモコマしたことやってるわけですね。世界は、まあ、要は全体的なシルエットですよね、まあ、そこを見てるよっていうことですね。アジア人はまあ細かなパーツはすごく気にしますよね。でもこれはでもね、文化的に背景もあって、僕らって日本って日本人しかいないじゃないですか、基本的には。だけど欧米っていうのはそもそも白人もいて、ラテンアメリカの人もいて、黒人もいて、要は顔のそんなパーツなんか気にしてたらね、どうにもならないですよね。結局欧米の人っていうのは顔は個性だと思ってるんで、欧米の教科書で黄金比なんか出てこないですから。みんなが戦う世界っていうのは結構そこじゃないですよね。なんでこんなかっこよく見えるんだろうなっていうシルエットを見てほしいんですよね。最初の2人はちょっと、まあ、がっしりした系で、あとの2人は、まあ、モデル体型だけど共通してることがあるんですけど、じゃあどうぞ。くびれですか。正解。みんな結構すぐ当てちゃうねこのラリーで 2,3 分持つかと思ってたんだけどまあおっしゃる通りなんです、くびれなんですね。これ結構女性って勘違いしてること多いなと僕すごく思うんだけど、痩せりゃいいと思ってる人結構多いと思うんですよ。くびれってある意味出るとこ出てないとくびれないんですよ。なんであの人たちのこう背中があんなにかっこよく見えるかっていうと、やっぱり上がある程度鍛えてあって、ウエストがないからなんですね。なので、まあ、言いたいことはくびれっていうのは頑張りゃできるんだけど、頑張らないとできない。もう身長だって違うわけだし、人種だって違うわけだし、まあそれは違うんだけども、くびれっていうのは間違いないです。とりあえず何頑張っていいか分かんないときはくびれ作ってください。とりあえず、まあ、こんな感じですかね、僕から美のトレンドっていう意味で言ったら。くびれだけ覚えて帰ってもらえればいいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん頑張ってください。ありがとうございます。やっぱりこうみんな日本人ってこう本当文化的な感じで、自分の顔のどの部分が嫌だってなったらそこはすごいコンプレックスに感じることが多いと思うんですけど、あの顔は本当個性って言っていて、本当すごいその言葉って本当にありがたいですし、正しいなと思っていて、やっぱり本当その自分の顔って世界に1個しかない顔なので、それをどう生かしてこう本当自分らしくメイクをして自分を輝かせていけるかっていうのは本当に個性なので、こうなんかコンプレックスがあってもそれを個性に変えて、こうなんか本当より輝く場を自分で見つけ出していくのがすごく大事なのかなって思いましたね。ありがとうございます。